3、2、1、0。12月の30日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きだから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でキュー。今年も年末押し詰まってきました。年末になると筋肉痛があっちもこっちも出てきます。年の瀬だけに筋肉痛はお年のせい。あと2日頑張っていきます。今日はローストビーフに青み山椒をつけて食べてみました。ローストビーフに青み山椒をつけると強烈に濃く旨味が吹き出してきます。この強烈に濃い旨味を体感してしまうと、もうローストビーフ単体では食べられません。引き返せなくなる味です。ジョーマちゃん、昨日岩田めった打ちになったからって焼け酒飲んでた。勝っても飲むのにな。